すわしとさらして駆け出した少年少女の期待や、この先は水に濡れてもいいかな。めくるめく議論はだだらじに、また日が暮れてった、こぞって作り上げたセンセーション。その時胸を締め付けてた感情だ、こぼした涙、つられた涙の衝撃がはいつまでですか。ある未来、笑い合えてる未来、あと数日後の未来だったのだろう。あなたが抱えてる明日は辛くはないか。僕にもがいてる文字に一つ線を引っ掛けて、あなたが抱えてる今日は救えやしないか。それでもその肩に優しさを乗せたなら、また愛を感じられるだろうか。してく魔法をかけられたんだろうか、ああそれは誰にも解けないのだろうか。許されることすら許されなくなったシチュエーションならば、言葉だけが言葉になるじゃない。暗くはないか、それが大きな光のただの影だとしたら、あなたが旅立つ場所へ行かせたくはないな。例えばその先で静かに眠れても、それはあなたの幸せとしても、あなたの明日は辛くはないか。僕にもがいてる文字に一つ線を引かせて、あなたが抱えてる今日は救いやしないか。それでもその肩に優しさを乗せたなら、その愛を感じられるのは